続いてスポーツ、まずはサッカー J2 のファジアーノ岡山です。開幕2連勝中のファジアーノ、おとといは昨シーズン J1 の強豪セレッソと対戦。1万6000人近くの観客が見守る中、互角以上の戦いを見せ、引き分けに持ち込みました。セレッソなんで、格上なんで食らいついてほしいと思います。ホルランとかスター選手いるんで、まあ、勝ってここで勢いつけて。大勢のサポーターでにぎわうスタジアム、会場運営をサポートするボランティアも普段の2倍の120人が集まって対応しました。好調のファジアーノ、ワールドカップの得点王フォルラン、日本代表の山口を擁するセレッソに挑みます。チケットは前日に完売、これまでで2番目に多い1万6000人近くが注目の一戦を見守りました。パブロです。前半は両チーム無得点で折り返し、後半3分、セレッソはフォルランのクロスにパブロ、ファジアーノ先制されます。後ろ向き受ける、押したり追うファジアーノは千秋、キム・ジンション、なんとか体に当てました。岩政、さらに伊藤、キム・ジンションです。ファジアーノ怒涛の攻めでセレッソゴールに迫ります。そして後半38分でした。ゴールの前で押し谷が倒され、ペナルティーキックを得ます。蹴るのはその押し谷、押し谷の PK、 落ち着いています。同点、自信があったと押し谷、エースが落ち着いて決めました。しっかりとギリギリまで相手ゴールキーパーの動きを見てましたね。1万5000人を超えるサポーターが総立ちになりました。押し谷のゴール、ファジアーノ強豪を相手に価値ある引き分けです。チャンスはすごい多かったですし、まあ、勝てる試合でもあったかなっていうのがあって、まあ、でもセレッソ相手にそういうことができたっていうのはすごい、まあ、引き分けでしたけど自信につながると思います。サポーターの皆さんの後押しがあって、本当に最後まで諦めずにできたと思います。選手が引きずり込んできた勝ち点1なので、真摯に勝ち点1を受け取って次に進んでいきたいと思います。チケットが売り切れる、まあ、満員の中での試合だったわけですけども、長澤監督おっしゃってた選手が引きずり込んできた勝ち点、まさに今回の勝ち点1の、ね、価値を物語ってるなと思います。ここまで負けなしですからね、嬉しいですよね。はい、そうですよね。では現在の J2 の順位を確認しましょう。まだ3試合ではありますが、ファジアーノが2勝1分けでなんと現在首位に立っています。本当にまだ3試合ではありますが、この一番上に岡山って名前があるのが何とも気持ちがいいですよね。そうですよね、はい、嬉しいですね。次の試合は今月29日の第4節アウェーで、こちらも開幕から3戦負けなしと好調の2位ジェフ千葉と対戦します。まあ、まだまだ少し気は早いんですが、首位攻防戦というね、熱い戦いをぜひ期待したいと思います。はい、